きにくそう。かわいい、かわいいでしょ。動きにくそう、なんかめっちゃ。大丈夫？でかくなった。いや結構大きくなりましたよ。ハムスター水。今日遊んでたから多分また遊びたいんだと思う。まあ遊ぶって言ってもあのこたつ机の上とかに乗せてね、行く先を見守るだけなんですけど。モフモフで可愛いでしょ。こっち見て。今何歳なんだろう、ちょっと正確に数えるの忘れちゃったけど、でも1月生まれなんですよ。だから来月で1歳。1月何日かはちょっと分かんないんですけど、来月で1歳になります。まあ2歳まで生きれたら十分かなって感じなんですけど。短い時間楽しむんだぞポコちゃん。うちに来たのは4月なんで、1月に生まれて4月に来たんで、うちに来た時点で3ヶ月とかだったんですけど、儚い。そう、なんかキンクマっていうでっかいハムスターは3年ぐらい生きるらしいんですけど。あーポコちゃん。ポコちゃんはね、あのジャンガリアンっていうの、普通の一般的なハムスターで、ジャンガリアンのブルーサファイアっていうハムスターなんですけど、ここはだいたい1、2年とかかな。千代さんの飼ってたマルちゃんもジャンガリアンのブルーサファイアだったんですけど、全く一緒ですね。何してるん？なになになに？そろそろ戻る。私もちょっと話せないし。帰ろ。お家に帰ろ。ポコポコポン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 ポコポコ。ちょっと待って、爪が引っかかってるわ。自分で移動してくださる。はい。じゃあバイバイポコちゃん。さようなら。で、あの毛布をかけます、ケージに。そしたら真っ暗になって活動するので。バイバイ。この世の終わりみたいに暴れてた。いやいや、あんな暴れてないですから。もうもっと暴れますから。暴れるってなったら、うん。でね、ちょっと思わぬポコちゃま情報が。今日すっぴんではないけど、あんまりメイクしてないかも。今日はレッスンでした。レッスンだけでした。すごい、あのショールームがクリスマス仕様になってますね。なんかスノードームとかツリー欲しいんですよ。後ろに飾りたい、配信用に。え、買いに行こうかな、迷う。でもなんかこういう季節ものってワンチャンこうプレゼントで届きそうで、買って届いてたらちょっと悲しいから、ちょっと検討中。なんかいつもね、ハロウィンとか誕生日グッズとかが届くんですよ、プレゼントで。なんかあのバルーンみたいな。だから迷う。でもスノードームは個人的に欲しいから買いに行こうかな。最近ね、ハウステンボスにね、みちさんと行きたいっていう話をしてて、めっちゃ可愛いクリスマス
ぱい届きそうで、どうしよう、お正月とかに届いて、お正月クリスマスプレゼント飾ってたら季節終わってたらどうする。なんかハロウィングッズはもう2年前のとかめっちゃいただいてたやつはまだ残ってますね。次のシーズンに回そうと思って。毎日事務所見に行く。事務所あんまり関わらない大人の人とかもいるから緊張するんだよなこの人は一体何のお仕事をしているんだろうみたいな方とかもいらっしゃるから。職員室に入る感覚なんですよ。職員室とかめっちゃ苦手だったんですよね。コンコンコン、失礼します、6年2組沖優香です、なんとか先生はいらっしゃいますでしょうか。あの感覚得意な人いないいないか。今日そのクソロハとコンビニに行ってきたんですけど、そうローソンミルクティー飲んでる、私の大好きな。見てこれ、買うつもりないのに買っちゃった。モルカポテト可愛くないですか。これ買っちゃいましたソロハに。でモルカーとシロモがいたんですよ。でモルカーじゃない、ポテトとシロモがいて、これポテトじゃなかったっけ名前、多分ポテトだった気がする。でポテトがカスタードで、シロモっていう真っ白なやつがミルク味だったんですよ。でソロハに何味がいいかなって言ったら、絶対カスタードやでって言われたから、カスタード味に買いました。本当はね、どっちかって言ったら白もの方が好きなんだけど、まあ味がポテトかと思った。違いますよ皆さん、モールカー初心者ですね。ポテトちゃんですよそう、名前がポテトなんです。これモルモットカーの名前がね。ちょっと食べようかな。でもさっきポコちゃん触ったからな、ちょっとだけ手洗ってきます。ちょっとね、菌はないと思うんだけど、言うても野生の獣なんでね。まあ野生って言っても野生のあの本能はとっくになくなっちゃいましたけど、ちょっと手洗ってきます。バイバイ、すぐ戻ってきます。可愛くないですか、サンリオのアルコール消毒ウイルス侍。これマスクにも使えるんですよ、めっちゃ可愛い。よし、いただきます。ちょっとかわいい、かわいくて買っちゃった。座ってる。モルモットとハムスターってちょっと似てますよね、こう見たら。これあれだ、多分あの箱から見た見た目を優先されてるから、四輪じゃなくて二輪になってます。ただのモルモットになってますね。お座りバージョン。いただきます。
ばいばいばい、落ちた。うん、何味やろ。和菓子なんですよ、だからあんこ。猫みたいになっちゃった。うん、ほぼ和菓子あんこです。カスタード味なのかなこれ。食感はあんこ練り系のあんこです。美味しい。一口で終わった。お餅なのかな、なんかめっちゃあんこって感じ。お茶が欲しくなるね。ミルクティーで飲んだらダメだこれっていうね。すぐ食べ終わっちゃうんですけど、皆さんに見たくて見せたくて買っちゃいました。うん、甘っ。ごちそうさまです。ホットよりアイス派。あったかい飲み物の方が好きだけど、ローソンのミルクティーは冷たい方が好きなんです。こんばんは。明日はね、 TikTok ライブに出演させていただきます。オーディションのね、なんか生配信みたいな。すごいねさ、なんか STU の公式 Twitter って多分何人かで動かしてるから、なんか性格が変わるんですよ。で多分今日多分真面目な人がきっとツイートしてるから、緊急生配信です、丸、何でも答えます、丸。なんかすごい、あの重大、まあ、重大なんだけど、なんか深刻感があって、私謝罪配信するのかな謝罪するのかなってたまにね、パリピな人がやったらね、皆さんこんにちはピャーってなんか絵文字つけるんだけど、自我がね、あの多重人格なんで、今日はあの真面目な趣あるツイートでしたね。今頃その人泣いてるぞ。なんで、いいじゃんね、その人の文字の個性が現れるなんて素敵じゃん。違うわ、20時から20時から配信します。みなみさんとみちさんと。なのでぜひぜひ見てくださると嬉しい。まあオーディションとか受けないよって人もぜひ見てくださいな。お待ちしております。あとテロップにもあるんですけど、YouTube 更新してます。本当はねもうちょっと早くに出したかったんですけど、ちょっとあのまあでもまだ猶予はあるでしょうと思って12月9日までなのでね、オーディション情報について語ってるので、 YouTube ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そう、この間ねお仕事の合間に撮影しました。なので初めてかな、初衣装で撮影してます。うん、いつもねあんまりセトラボと被らんようにはしてるんだけど、ちょっと今日は被っちゃいますね。うん、なんか結構長く語っちゃったから、カットカットしていろいろカットカットカットしたから、言うても十何分はかかっちゃったんですけど、そうちょっとでもね
伝わったらいいなと思います。おきチャンネルあと1150人で1万人になる。おお、ね、でも結構じわじわと増えてて嬉しい。応募期間あと4日。うわ、ちょっとめっちゃギリギリに出したね。もうちょっと早く出せばよかったかな。まあまあまあ4日でちょっと見てもらえたら助かる。他のアイドルでも応用聞くと思うので、まあでもオーディションなんてねほぼほぼ運だけどね。もうすっごいもう絶世の美少女ですみたいな人はもう確定だとして もう大体運だから、うん、受からなくてどうこうとかではないんですけど、まあ、ちょっとでもねその運が流れるようなことを話したと思うので、ぜひぜひ。オーディション落ちたことある人いっぱいいる、いっぱいいる。ST ももう1回目で受かる人もいるけど、ほとんどがみんな何回目とかじゃないのかな。落ちた場合連絡が来るの？来ないんですよ。それが来るところもあるんだろうけど、書類審査は落ちたらもう何の連絡もなしで、もう自分が落ちてるのかもわからないから、そのずっと待つんですよ。ずっと待つんですけど、 SNS とかで検索した時になんかたまにいるじゃないですか、書類審査通りましたみたいなツイートとか、そういうの見た時にあ落ちたんだみたいな知るみたいな感じですかね。察します、ね、切ないね、切ないよね。察し、いや私あのキャスフィーっていう、もう今は閉鎖されてるんですけど、なんか中高生の掲示板みたいなのがあって、でそこでなんか例えば STU1 期生のオーディション受けてる人話そうみたいな、なんかスレッドとかがあるんですよ。なんとかのオーディション受けた人みたいな、でそれを見たらなんか書類審査の通知来たみたいな書き込みとかあるわけですよ。でそれを見てえ来てるのみたいな、私来てないんやけどみたいな。そうでも中高生だからね、もう質問とかもねなんかめちゃなんか子供なんですよ。だから正しい情報みたいなんかあんま得られないパターンも多かったから、そう、今ならば正しいことを言ってあげれる。こうした方がいいよって。なんか嘘か本当かよく分かんない情報を思って挑んでいってたから懐かしいですね。キャスフィーはもう閉鎖されてないですね。あるのかな、多分ないと思う。だからそういう多分オーディション受ける人の情報収集は多分夢アカウントとかかもしれない、ツイッターの。どうなんだろう、 SNS 消す場合もあるのかな。私はあの夢アカウントっていうね、なんかオーディションの情報収集アカウントみたいなのを作って、そう夢アカなんかこのオーディションの書類審査合格通知来た人いるのだろうかみたいな書いてたりとかしましたね。探してまあ、そんなでもね書く人も言うていないから、
なんか嘘なのか本当なのかもよくわかんないけど、そうそうそう、そんなこともありましたね学生時代は。こんばんはって、こんばんは、可愛い子が入ってくるといいですねお待ちしております。オーディション専用、そうオーディション専用アカウント、元気ですか？元気ですよ。今日はレッスンしてきました。12月8日にねインディーズアイドルチャンピオンシップなんかスペシャルゲストにスティーユが呼んでいただいてて、それのレッスンをしてきました。16人で踊るの久しぶりっていうか、花垂れの音楽番組とかは16人でやってるけど、なんかこうごちゃごちゃになって踊るっていうのが久しぶりだったから、うん、新鮮でしたね。公演も最近私16人公演あんまり出演してなかったので楽しかった、うん、よろしくお願いします審査するの、いや多分審査はしないと思うけど、普通にゲストとして歌わせていただきます。11日見に行く、おブルーライブ出ます。久しぶりの花だれ、ももちゃんと、ももちゃんじゃないリネタンと、ココアさんの生誕祭、久しぶりです、楽しみ。花だれが、うん、ゆきちゃんの生誕祭はいつかな、ゆきちゃんの生誕祭は多分しばらくないんじゃないかな、今月あるのかないのか。今日もあかりんさんからタンプレをもらって、ハンカチもらいました、シナモンのめっちゃ可愛い。私最近ねなんかハンカチずっとミッフィーのやつめっちゃ集めてたから、ミッフィー以外のキャラクターが増えるのがめちゃくちゃ久しぶりで、モンシナ、しかもポール&ジョーかわいい、ピンクカバンにの中に入れたいと思います。ハンカチもらったセンスいいね、かわいいんだが、初めて知ったし、サンリオとコラボしてるの。モンシナモンシナ、いいね、ね、ありがとうございます。皆さんからのプレゼントも、明日事務所に行くので明日第2弾受け取っていきたいと思います。ちょ、第1弾はまだ受け取ったんだけど、まだ受け取ってないやつもたくさんあるんで、楽しみに受け取りたいと思います。うん、まだまだありそう。いや、めっちゃたくさん届いてたんですよ。たくさん届いててね、嬉しかった。しかもまだ私チェックしてないから何があるのか。クリスマスプレゼント考えてる。お、クリスマスプレゼントも待ってますサンタさんもう来ないんで、サンタさん来なくなったんでね、楽しみにお待ちしています。タワーのお礼ね、またね、なんかどっかの日をタワーのお礼だけの配信にしようかなと思ってて、その時に全部書きたいと思います。まあオフの日にいっぱい書こうかなって思ってるんだけど、なんでまたメールとかで告知するんで、配信とかでちょっと待っててくださるとありがたいです。誕生日のタワーのお礼お待ちくださいませ、うん、時間あるときで OK、 ありがとうございます。
やさお。12月も忙しい。いやーね、なんか11月12月すごいいろんなとこに遠征するし、なんかもういろんなとこ行ってるなって。昨日はね、初めて下関行ってきました。新下関駅、山口でボートレース下関に行ってきたんですけど、私あんまり山口行くことなくて少ないんですけど、下関の駅に降り立ったのが初めてで、こんなにフグ推しなんやなと思いました。フグ食べれた？いや食べてないんですよ。唐戸市場が近かったんですけど、ちょっと行けずに、特に何も山口らしいものは食べてないんですけど、フグと写真撮りました。あのなんか駅に飾ってるフグのモニュメントみたいなやつと。結構謎面っていうか、なんか20歳以上のメンバーで行ったんですけど、あ、でもそのボートレースさんから山口のお土産をいただいて、なんか梅酒をいただきました。全員20歳超えてたから、すごいなんか可愛い、めっちゃなんか女子力高めのお酒をいただいて、そう今冷やしてるんですけど、なんかめっちゃ瓶も可愛い感じの、女子って感じのいただきましたね。有名なのか分かんないけど、なんか山口のいただきましたね。飲んでないですね。次の日に何かあるときは飲まないですね。そうボートレースね、あんまりこう見れなかったんだけど、でも練習してる風景、ボートレースのはちょっとだけ見させていただきました。めっちゃ楽しかったし、なんかなっちゃんとかとあんまりステージに立つことがなかったんですけど、山口県でも今日はなっちゃんと一緒だったので、昨日か、結構喋りましたね。あの子ちょっとおかしいよねなんかやばい、やばい、結構なっちゃん前髪と同時になんか常識を置いてきたなんか前髪最近分けてて、なんかアーシャは前髪あって、でなんか楽屋もおかしくて、なっちゃん前髪と同時に常識置いてきてるねって、そうなんですよ、置いてきちゃいましたって言った。何がって言われたら難しいんだけど、なんかもう何なんだろうね、なんかおかしい。なっちゃんまともな方と聞いてます。いや私的に結構リネタンリコチなっちゃん割と来てるよでも昨日は2期もいっぱいいたんだけど、2期も結構、ミホリンとかも結構やばいから、やばい人だらけだった。ミホリンは目がやばくて、ガンこんな時あるんですよ、脇さんなんかで多分わざとやってるんですよそれを。なんかもう この黒目のこの上が白目が見えてるみたいな、そうガンギマーミホリンが現れるんですけど、だから私がそれをなんか結構最初の方受けててめっちゃ笑ってたら、最近なんか恋にしてくるようになって、今日も私が掃除してたらレッスン中、大木さん変わりますよってこんな顔で言ってきて、もうこいつはもう本当に良くないそう欲しがってるんですよ、突っ込まれ待ちなんですよあの人、本当に優等生ぶってるけどやばいんですよ。青木さんこんにちは青木さん大好きです、ここもう瞬きがパバチコーンみたいな感じ、目がもう、そうなんですよ。
さんだけにやってるんかな。いや割と定期的にやってるけどね。そう、あれじゃちょっとダメですね。ツッコミ待ちしてますね、明らかに。よくないですあれは。ね、リコチもリコチだし、パセリもいたし、怖かったです。一期はね、みなみさんしかいなかったんですけど、と私とあとみんな二期みたいな感じで、なかなか楽しい楽屋でしたよ。なんかその日はメイクさんがね、少女漫画をなんか単行本で持ち歩いてて、でそれをなんかメイクさん2人いらっしゃったんですけど、メイクさんがメイクさんにこれ面白いんで見てくださいみたいなの言ってたら、なんか南さんがそれ知ってますみたいな感じで言ってて、で私もなんかツイッターに公開されてて、それが1話だけ、1話だけ見たことあったから、すごいなんかみたいな、あそれなんか1話だけ見たことありますみたいな言ってて、であのみんなで読んだんですよ。指先と恋恋っていう少女漫画なんですけど、なんか今やってるドラマのサイレントみたいな感じで、なんか主人公の女の子がちょっと聴覚障害持ってて、で男の子は普通に聞こえてみたいな感じの、なんか手話で、そう指先から恋がみたいな、そういう話なんだけど、まあその男の子が作画が良くて、めっちゃ作画が良くてかっこよかったんですよ。でかっこいいみたいな話しながら読んでて、なんかちょっと気だるい感じなのにスマートさがある感じで読んでて、そしたらメイクさんが待って、この男バックパッカーだよ、こりゃどうしようもないねって言い始めて、みたいな、バックパッカーだとダメなんですかみたいな言ったの。その人は、そのメイクさんは本当にいろんな海外によく行かれる方で、長期的に STU の現場からいなくなるんですよ、よく。でこの間イタリア行ってたとかフランス行ってたとかよくあるんですけど、その人が待ってバックパッカーはやめといた方がいいよって言われて、だから私その時点でめっちゃかっこいいキャラだったのに、なんかその隣で先入観を植え付けられたせいで、もしかしたらやばいのではっていう、なんか偏見が入ってしまいながらずっと読んでて、いやまあ面白かったんですけど、そうで、なんか結構少女漫画だから王道なシーンがねあるんですよ。車の運転の時にこう、わかる？車の運転しながらこういうさ、なんていうん、サイド見るような、あのなんかあれキュンポイントみたいな、これで王道みたいな言ってて、確かにこれは確かになんかちょっと私のポーズで伝わるか分かんないんだけど、でねすごい久しぶりに少女漫画を見て、私いつもあんま青年漫画とか少年漫画とかばっかり見てるから、久しぶりに見てですっごいキュンキュンしたんですよ。なのになんかめっちゃスマートにこう恋愛テクニックを使っていくキャラたちが、まさかの自分より年下で、みたいな、なんか私の中の少女漫画って君に届けとか結構学生恋愛が多かったんですけど、その話は大学生だったんですよ。だから大人の恋として見てたのに年下の恋でみたいな、男が22歳で女が19歳だったんですよ。女とか言って申し訳ないんだけど、年下だって言ってたら、だからねメイクさんがね、だからね次はオフィスラブに行くんだよって言ってて、移行していかなきゃダメなんだよ読むのって言われて、みたいな、私もう学生の恋愛読んだら年下になっちゃうのって思って、でどんどん係長から課長にアップしていくんだよって言われてなんかすごい隣でその経験談のアドバイスをされました。嫌だ、私は学生の先輩、17歳の先輩
にキュンキュンしたいんだ。でももう私がキュンキュンしたら多分もう犯罪になっちゃう。へーみたいな。切ないですね。風早くんに私がもし恋したら犯罪ってこと？あんなにさ小学生の憧れじゃん。わかる？君に届けの風早くんって爽やか、もう誰にでも優しい、もう全女子の憧れみたいな。え？犯罪？嘘やん。って思いましたね。やっぱ私には赤井秀一しかおらんの。やっぱり公式でまだ30代とされている、やっぱりコナンの赤井さんしか勝たんな、勝たんしか赤井秀一って思いました。やっぱりね、やばい。で新作楽しみ。そうやないや、この話したいんですけど、ちょっともう時間もないからやめとこう。黒金のサブマリン超楽しみ。来年のこの映画を見に行く。4月、ゴールデンウィークじゃないのか。絶対見に行くぞ。楽しみです。赤井さんはねまだね半分以上はね年上だから。クマありがとうございます。クマさん、スラムダンク見ないの？スラムダンク見たことないんやけどさ、映画だけ見に行っても楽しめるもんなんかな。そのアニメとかも見てないんだけど。サッカー最後まで見る。サッカーねちょっと見てみようかな。この間みんなが見ててちょっと見た、スペイン戦、新幹線の中で。じゃあそろそろ壇上読みましょうかね。なんかあれよね、今から本戦みたいな感じなんですかね。13位から読みたいと思います。13位、七島丸さん。12位、中澤さん。11位、パチロクさん。10位、末子長男さん。9位、タオさん。8位、ソウリョウさん。7位、市下さん。6位、ジェリーさん。5位、バンボシさん。4位、トモタンさんでした。13位開幕の皆さんありがとうございました。そして3位が森健銀河さん、2位が小部茶さん、1位がトニトニチョッパーさんでした。3位から1位までの皆さんございました。この後はじゃあ皆さんはサッカーを見るのかな。楽しんでください、ワールドカップ。最初ありがとう、こちらこそありがとうございました。うん、見るの？夜更かし、ほどほどに。まあでも見ちゃったらもうやめれなさそうだけど。んきちゃん漫画見ながらサッカー見たいと思います。勝つといいですね日本。頑張れ。みんなテンション高いですね。やっぱサッカー好きからしたらやっぱお祭りなんだね。ファイト、ブラボー、ブラボー、ブラボーで、ブラボーがブラボーして、ブラボー頑張れ。じゃあそろそろもうちょっとしたら終わりますね。おやすみなさいですよ。でも楽しみにしてるメンバーもいると思う。ココアさんとかみちさんとか、ね、見てるからね。おやすみ。ブラボーってどういう意味だろう。ナイスみたいなかな。ありがとうございました。というわけで皆さんバイバーイ。ブラボー、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 ヨギボー。
ヨギボーブラボーエルボーブラボーヨギボーエルボーヨヨインフンでるブラボーラッパーブラボーヨギボーエルボーもうボーがないボー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 ヨギボーバイバーイ。おはよう、おはよう。サッカー楽しんでね。